こんにちは、インプロバイザーの臼井康弘です。今日は音楽シーンの昔と今ということについて少しまとめてみましたので、こちらをご覧ください。はい、大量生産大量消費の時代から、少量で、なおかつカスタマイズして提供するということに変化していっています。欲しい、人に対して欲しい形にカスタマイズした上で提供するということですね。CD とか DVD のパッケージものだけが欲しい、という形ではなくて、ダウンロードとかストリーミングとかもっと、気軽にどこでも、楽しめる形で、受け取りたいというニーズが高まっているので、提供者側も柔軟にスピード感を持ってそれに対応して変化していく必要があるのではないでしょうか。あと売りっぱなしでも良かった時代からですね、これからは関係性というのが非常に大事になってきているので、CD を買ってくれたりライブに来てくれたりしていた方と継続的に関係性を持てるように Facebook とか Twitter とかメールマガジンとかをですね活用して関係性を構築していくことが非常に重要ではないでしょうか。極端な話が友達関係ぐらいにならないとライブにも来ていただけないし、音源も購入してもらえないというような時代に変化していっていると思います。あと情報なんですけども、もう今は誰もがフラットにこう発信できるようになってきてますよね。昔は一部のマスメディアのみが情報発信元として成り立っていたものが、今はソーシャルメディアに移行していっているということになってます。そうなると、どの情報を信頼するかというと、やはり一番身近な人、好きな人とかですね、価値観の合う人、好みの合う人との情報を信頼する、そういう人の発信している情報を、に対して反応していくということになると思います。なので、知らない人にですね、無理やり、たくさんの宣伝をして強制的に買ってもらうという、状況は作れなくなってきていて、流行り廃りのコントロールも、なかなかできないという時代になってきていますね。それとあとランキングが昔は結構な影響力を持ってきていたと思うんですけども、例えば CD を作りました、上位1位から10位とか上位ランキングしたものがどん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 さらに、CD が売れていくっていうような感じだったと思うんですけども、まあ、今でもそれはあると思うんですが、で昔はそうみんなが楽しんでいるものを、自分も欲しいという感覚が、思ってた人も、結構多かったのが、今は、もっと多様化してですね、本当に自分が欲しいもの、自分が楽しいもの、自分が面白いと思うもの、自分が好きな、と思うものを追求していって追求したいという欲求が増えていっていると思いますので、ランキングに入らなくてももう大丈夫という、ランキング気にしなくてもいいというような感じになってきているのではないでしょうか。だから本当にコアなことをやっててランキングには入らないんだけれども多くの人に支持されるということは可能な時代になっていると思います。それと IT とかが、SNS も含めて、発信がですね、誰でもできますので、活動する側の拠点として、都市に行く必要が、もうほとんどないと言えるのではないでしょうかね。なので、どん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 地方にですね、活動の拠点を移す人が増えていって、で地方から日本だけじゃなくて世界へ発信するというですね、する方がどん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 増えていくのではないかなと思います。これは非常にですね、私は希望的楽観的に見ていて、音楽はもっともっとですね身近なものになって生活の中に溶け込んでいくので、音楽シーンとしては非常にいい方向で活性化していく方向として変わっていくかなと思っております。受け身的に、なんか流行っていた東京とかで流行ってたものをこう受け身的に、受け取るで、のではなくて、身近に接した音楽に対して能動的に参加していくとか、ファンになっていったりとか、深めていったりとか、そういう時代になっていくのではないかなと思います。あとは、大スターとかアイドルの時代は、もうマスメディア、あってのことだったと思いますので、マスメディアが崩壊
開することによって、そういう事態 が終わって、より身近なですね、身近に接して、触れること、接することができる音楽に対して、に対してこう、コアなファンになっていくということになっていくので、ローカルスター時代ですよね。ローカルで、もっと身近なですね、ミニスターというかですね、そういう方がどん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 増えていくのではないかなと思います。あとメジャーから、どん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 インディーズに、皆さん流れていく、で小さなコミュニティというのがですね、どんどん増えていくのではないかなと思います。はい、ということですね。まあ、キーワードはやはり、これからの時代はやっぱ関係性と、関係性を持った上で共感を持ったものですね、多様性が、多様性、多様化していくので、いろんな、なんですかね、自分に、合ったものを皆さん探していますので、それに共感して、でリアリティを感じたものに対して、皆さん、集まっていくというような感じになっていくのではないかなと思います。これからはですね、非常に、メジャーは大変な時代、インディーズは、すごく、チャンスの多い、ハッピーな時代になると、考えております。こんな感じですね。今日はどうもありがとうございました。また、こういう形で、発信していきますので、よろしくお願いします。